ここんばんんんんんんばばはは、さ <laughs> さ、さ、なな、かかヶ月空くとさ調子狂うううだよねねそ <laughs> それれどどででですどうですす元気です、ね、私は元気よ、相変わらず1ヶ月ぶりですけども。 本当やね。サロンどうよあサロンですかいやーおかげさまでなんだかんだやらせてもらってましていい感じそう、まあ、いい感じと呼べるのかなまあ、一応なんだかんだ1か月終わったね今日でね土日しかやってないから8日間か終わったけど。 結構もううずっと日サロンにいる感じじゃん。そうだね。で、なんかちょっとそのさ合間例えば朝10時にお客さん入ってて1時間ぐらいで終わって、うん、で、午後3時からとかなんであれば1回家戻ってきたりとかさで、ちょっとランチ食ってその後何なんかちょっと洗濯物したりとかちょっとほんに家事だよね、うん、と子どものご飯ん作ってとかしてまた戻ってみたいな感じだけどなんだかんだやってきた。 いい感じっちゃいい感じかな。楽しいよ。そうだよね。やっぱりね、うん。そう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 。いろいろ学んでますって。やっぱりいいね。手に職があるってね。手に職ね。って言ってもほらなんか走り出しだからさ、めっちゃバンバン稼いでうぬぬでっていうわけでもないけど。でもだ誰みんなみんなどっかしらから始めるいといけないじゃんね。そうなの。だからね。通る道だからね。うん。そんな感じでゆっくりやらせてもらってるよ。今度行くわ。 それを見てみたいんだよねぜひぜひぜひ,ぜひ,ぜひ,ぜひなんかみんな来ておっこんな感じなのねみたいなさなんかシステムとかも、ね、ほら日本にもない感じだよねあそういうのってね,そうだねアメリカちょいちょいあるけどねそういうなんか貸しててブースレンタル、うん、そうだね州によってリーゴだったりするんだよねあそうなんだそう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 、うん、だけどニュハワイ,イはできるんだよねだから結構やってる人もいるけどね日本でもなんか聞いたよフリーランスでなんか場所狩りするみたいなうん でも最近はちょっと増えてきたのかもし、ね、<ー>れ、ね、そうないね。いいよね、まあ、自分がほら自分のボスであってさこの誰かの下で働くとかそういう立場じゃないのはいいけどその分責任が全部くるじゃない大変よあなたそれがあれよねやっぱり自分が働かなかったらお金にはならないし。うん で自分で客取りに行くのも自分の仕事だしね宣伝も全部それがさ大変なんだよね始める時ってねそうだねこなんかボールを転がす時みたいな感じでさ転がし始めが一番重いじゃんそうだね一回転がっちゃうとねう少しずつそうえでもねやり始めて気づいたのはほら私はちょっと YouTube やってたとかいうのもあるけどさでもそれでも 今の時代って本当ソーシャルネットワークで全然タダでさ宣伝していけるじゃん。うん、でと特にねちょっとやったんだけどインスタグラムとかだとさ本当に例えばね5ドルとか週で5ドルとか払うと勝手に宣伝してくれるわけよ。わ、うん、かる、うん、例えばターゲットを置いたうーんとその 人たちにポップアップするように勝手にインスタグラムが宣伝してくれたりとかさあとはそういう人たちのほらなんか自分のさまずインスタグラムパッて開くとさおすすめっていうかなんてか勝手にその自分がフォローしている人の間にいろいろ広告みたいに入ってくるでしょそ,うそんな感じでポーンって入れてくれたりとかするのその値段も別にさバカみたいにうん十万かかるわけでもないじゃん。 じゃあ1週間ちょっとやってみる5ドル7ドルとかさそんな感じの感覚で宣伝とかもできるから、うん、まあこういう個人系の事業には優しいよねそうだね、うん、結構な人が結構な時間費やしてるもんねソーシャルメディアにねそうだね見てる時間だってすごいでしょ多分そうだねずっとこうスクロールしてねそうじゃんそうじゃん、うん、でなんかき昨日かな来たお客さんも言ってた あのどうやって私のこと見つけましたかって言ったらあのポップアップしてきたって言うから本<当><ー>日人人の人その人は日本人だった<ー>、うん、でも初め彼女も私を日本人だと思わしゃからなくて私もそのそうだから初めさあのダイレクトメールでやり取りしてたんだけどそっちから来たのね「うん、I just found yourInstagram」って,って来て、うん、であっちも英語で喋ってるかこっちも英語で喋ってるかうん、うん、お互い日本人だってわからないでやり取りしてたわけよ。 で店来たらあれみたいになって<ー>そうそうそうでも彼女はね言ってた「ポップアップしてきて」みたいな感じで言ってたから、えー、いいねお割とやね仕事してるんだインスタグラムその広告系と思ってさそう優しい時代よ人の下で働くのが苦手な人はいいよね,ね、まあ、どっちにも良さっていうかさこう、ね、良さと大変さがあるけどねねねそそそう、ね、そう、ね、うん、本当そうだね。 あとほら個人でやるのが好きな人とかチームで働くのが好きな人とかそうだね支えるのが得意な人とかも、ね、でもそういうのもやってみないと分かんなくない分かんないと思う一回やってみて分かるもんじゃねそうだねそれは絶対分かんないよ分かる分かる分かるだから何事もやる事でさ本当に,本当にそうやってみたらいいよねいできる時にさ私最近さずっとさ思ってたんだけど、うん、あのあこれ全然カルトとかじゃなくてよ YES <ス>あのさあ たまにさ子供の頃とか私よく考えてたんだけどこの世界がどこにじゃあ私ごめん一番最初ハムスは私最近 <Okay. S 2> シダを買ったのシダ、うん、シダってこの草草のさ<ー>シダ科の草ってあるじゃんおーおきょ、okay, okay. なんかハワイアンのハワイのシダのこうプラントを買ったわけよ、うん、でそのシダの木のところにこう苔とかが生えててね <laughs> <laughs> 私あんたあたしそういう話好きなして分かってでしょでコケとかさこうちっちゃいさキノコとかが生えて、ね、よーく見るとあおいいじゃん。でそこにねこうなんかアリンコがいたりとかち<う>ちっちゃいめっちゃちっちゃいカタツムリの赤ちゃんがいたりとかはい、はい、それを最近ずーっと見てるのが趣味なのね <laughs> でそれを見てたらなんか。はい なんかここに小さい世界あるなって思ってあれ待ってよみたいな私たちの世界もこんなんなんじゃないかみたいなわかるなんかあの誰かのペットボトルの中の小さいこの砂の中の砂の中の原子の中の世界がこの地球とかさそういうわけわかんないところに行っちゃったわけ <laughs> 私はね誰かが見てるんだろうな私たちのことどこかわかん宇宙とかユニバースが何なのかなんてわかってないからね私ねはい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 、はい、ねそっからよ、はい、そっからこの人生 人生が最近ほら AI とか発達してるじゃない。そうだね。あのマトリックスみたいなさ、はいはい、私たち今仮想現実に生きてるかなみたいな。そういうところに行っちゃったな頭が。はい,はいはいはい。<laughs> もしかしたらね、私が寿命を終えて、ねじ、うん、ーんってご祝寿様でしたーってなった後に、はい、もしかしたらよ、はい、肩ポンポンってこうやって誰かにされて、お、うん、母さん。 いかがでしたか人生八十年パッ,クパックみたいなあそうだよどうするえだからあんと次にまた頑張っていかんと次の前世にあ前世じゃねえネクスネクスト何じ次生じゃん何や私今の生きてる人生え私何を話そうとしたのこれで <laughs> 完璧迷子だよね <laughs> じゃなくてそういうふうに思っちゃったわけだけどマトリックス今私ね生きてる世界は、うん、マトリックスみたいなこう仮想現実だ だからどううしようみたいな、うん、で死んだら誰かに起こされてなんかあ私が今60年生きてたのは仮想現実の中の人生だったんだってなったらどうしようって思ってでもそういう見方もあるよね。あそうそれでそうなのそれでだからそう考えた時に、うん、ああ人生って言ってもなんかただの,のゲームだなって思ったんだよね。 責任はもちろん伴ううよでも、まあ、どうせいずれ死にますしそうだね死なないことは絶対ないじゃない。何、はあ、かそう考えたらあなんかやりたいものやって死んでもやらなくて死んでも変わんないなみたいな。 なんかそんなにこうシリアスに物事考える必要ないんだろうな。結局いう話なんですよ。すいません。シダから始まってこんなユニバースの話まで行って、ちょっと帰ってきました。ねそれさ、深く掘ってた方がいいの？うん、それとも深く掘らなくてもい,いのもど？どっちでもいいよ。軽く取っとけばいいのかな。<laughs> そういうこと思ったりしない？あ思う思う思う。え思うよ全然。二、ね、次元三次元あるもんね。うん、私はそういうと思うタイプだから。 じゃあどうだよそうだ,だからだってだ科学で解明できない部分いっぱいあるからねありますありますだからまあじゃあ言い,た言いたかったことは結局そんなに、うん、こうシリアスに考えないでやりたいことやったらええー、ねんってところなんだけど、まあ、そうだよねねねあのさたまにさ今でもあると思うんだけどさどうやって集中しすぎてとか,、うん、のなんか普通に例えばバイトとかで なんかあれ、ちょっと、なんか忙しい時間帯終わって、疲れたよね、ふーってなってる時に。ちょっとその、丸くなっている、バイト仲間の、一人、女の子が、ゾーンアウトしてみたいな。なんつったらいいの、なんかさ、目は視点は合ってんだけど。なんか、意味わかるかな、違うとこ行っちゃってるみたいな、カットしてますね。<laughs> ゾーンアウト、なんかない、こう、なんか、こういう感じなんです運動したとか、そう、そうなんだ。とかさ。 あとなんか旦那が話しかけてる時とかにわかるここの行ってる時このゾーンアウトしてる時ってここいるんだけど3次元ぐらいいってんのかなって思うんだよねあそれいい考えだね意味わかるあだからもしかしたらだか,らだから違うディメンションのところの人たちがあれ今なんかあそこに座ってる人見えなかったってなってるかもよ <laughs> えでしょだかその時にだか <laughs> あそれ面白すぎない<え>違う世界に違う,こうディメンションに生きてる違う人たちの,が、うん、の人たちのところにもしかしたら自分の魂で、うん、そう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 ,そうであっ俺でもう行かなきゃ俺戻らなきゃっつって戻ってきてみたいなふわ、まあ、とはならんけどなんか <laughs> お多分それでその違うディメンションのところでは怪談話としてそれが引き継がれてってる見えたんです <laughs> そこにって,言って女の人が。<laughs> 遠くを見た目でえなんかでもさででアメリカ人のジョークでないなんかゾーンアウとしてるやつがいたりとかすると「おい戻ってこい戻ってこい」とかってさあまあねまあねないあ,あ,るあるよでも私はその違うディメンションに飛んでるとは思ってなかったから <laughs>、ね、それはいいえだわ着地がわかんないこれわかんない <laughs> 変な話しちゃった いいやいやここは掘りたいけどなんかちょっとのぞみさんおかしいんじゃないのって思われるかもしれないからいみんな思ってんじゃないのかなダメかないや人によってはさほらあんまり聞かない話はさ「お前が始まったねたあスピリチュアルみたいなイヤイヤイヤってなっちゃうじゃない <laughs> 確か<に>ということでし私、そういうさもともと怪談話とか好きだからさえー、ちょっと待って、私一つさこの<何>聞いてくれてる人に聞きたい話がある。なんですか あのみんなの怪談話を聞きたいの、私は。怪談話一個やりたいね。怪談話大好きなの。で私さ全然ネタないけど、あのシュウマイがこうやって、あの。あの弁当の箱、弁当の箱なんかもこうやって、風呂上がりに弁当の箱開けたら。シュウマイが一個ずつなくなっていくの、蓋開けると、一個ふと、うん、蓋開け、一回蓋開けて。うん、お前がシュウマイが何、四つあったはずなのに、一個ねみたいな。うん、でまた閉めて、もう一回開けると、うん、あれ、こんなん二個だな,なって、お前がどこ行ったっつってなって。うん してよく見たら蓋についてたっていうそういうが階段話ぐらいしかねえや <laughs> でもさ多分そういうことなんだと思うんだよねそういう階段話とかってさえそうでしょ何かがあるんだと思うんけあいつがいなくなってたみたいな感じなんだけどでもよくよく掘っていくと <laughs> あれあの瞬間出て出てっ,てったくないみたいなことなんだけどか記憶がごっちゃになってたりとかそうあるよそういうことすり消してんのあるあるそういうことってあるよ多分そういうのもあると思うよでもそういうのもさ 楽しいじゃんあインターステラー見たことあるわからないああインターステラーってさあ何エクソシストみたいな違う違う宇宙に行く話なんだけど私宇宙宇宙映画めっちゃ嫌いなんだけどさそれだけは好きなのよなだってもう大体死ぬじゃんみんなもう怖いしマジでああそれはそうだねちょっとさあれやない自分が日頃見てる世界観と違うとこ見せられるとちょっとさ ムチすぎてさ怖くなるよね。はいよね。うん、そう。でもそのインターステラだはすごい面白くて見てんだけどさ。うん、あとなんだっけな。お父さんが元々なんかの開発家なんかに携わってて、はい、あなんかすごいロ、うん、ロケットの操縦士かなんか昔やってて、もう今は引退してて、でなんかもう地球がもうねもうなんかダメなのよもう。はい。確か。うん、なんか砂嵐みたいなのがすごくって、うん、で要はまあ。 宇宙プロジェクトみたいなのにそのおじさんお父さん召喚されて、うん、まあ行かなきゃならないとで、はい、お父さん娘がいてさ、うん、娘って息子がいてで娘にすごい行かないで行かないでって言われるんだけど結局行くよ、うん、そのよ地球を救うためにそうねでまあそ,のそういう話なんだけど、うん、まあ要は何が起きるかっていうとさあいや怖い、まあ、若干怖いよ でもそれがさそののディメンンションの話なわけもうちょっと科学に基づいてる話だから割と面白いんだけど、はあ、そうお父さんが結局うわーって何かしらの理由でうわーってなって、はい、あの違うディメンションにスリップインしちゃうわけよ。いで怖い、ね、あこれネタバレになるかもしれないかな見た方がいいよこれは。 おあ分かったえなにそれネットフリックスとかで見れる映画って言ってねあったかもしかしたらあったかもしれない後とでリンク送ってあげんな、ね、え送ってみたい、見たそれがすっぱでもその宇宙の話とあとまあその親子の話なんか要は娘が行かないで行かないでって言ってて<ー>でもそれでもそう実はあと時間の流れが違うよね宇宙と日本日本じゃねえや <laughs> 地球ってああそうだねそううあ,っあっちは早いよね多分ね。 多分1年があっちだと数日とかそんな感じじゃない、うんなね、行ったところがね遅かったのよ、うん、確か地球に比べて遅かったのよそういうのもあってめちゃくちゃ面白い、まあ、そ,うそうなんだけどさそれがちょっとすごいなんかこうもうちょっとお化けを科学で解明したらこうなんだろうなっていう感じの話なんで見てもらいたいんですけどかオち,ちゃんめっちゃディープいやー私映画大好きなんですよ映画界やりたいと思ってるんですけど、えー、あいいですねそれもいいですね、はい、それもいいですねなんか初心に軽かるな感じじゃないうちら。 言映画の話するとか言ってたさ「いやでも映画はええやろ」とか言ってな <laughs> なん<で>それであれだで豚汁の話になったん、ね、でそうだ、ね、そでもあれし豚汁まだいけないね 2>, <laughs> 2話前だったんだ <laughs> すいません持ってきちゃったねごめんね <laughs> いや<ー>そうそうそう,そうでも映画会映,映画の会いいじゃん映画とあとその,あの階談会はちょっと怪談会ね私階談会となったらもうネタ,ネタはないから聞く「おーおーおお」っていうだけです ないんだよねあんまりこう見もしないしさないんだよ、うん、マジか私ほらそういうお化け引きつけないタイプだと思ううちのやすこはあるでいろいろ<あ>おかんのや、うん、そういうねあんたのあその話したらしあんたのやすもだってもうぶっ飛んでもうんその話よそしたら <laughs> あれだあのいつものさ話の流れでさ「今日何してた?」って言うじゃん、うん、今日何してたの そこ <laughs> に帰るのかそうだね今日はね今日は何もしなかった、うん、というのもああそうでその私のそのあの話をすると昨日さ、はい、その私ヘルニアヘルニア追患版ヘルニア持ちでもともと腰をちょっと昨日やっちまって <laughs> 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 でも私、そのせやろヘルニアになったっていうメッセージ来た時私一番初めに言ってこと背高すぎだからだろうね,うねでもそうなのよ、本当に背高いと私もなんかそんな感じするなんか,手か背高いからなんか低いものとか手届かなくってアクワードな体勢になってなみたいなのが増えてとかじゃないのかな多分そうなのよ。ああ。うん、だけどもともと昔やってたバイトで皿洗いをすごいする。 ポジションでさら私身長高いからちょっとこうかがんだ状態でさたら,られてんねそん、うん、したらそれが多分こうトリガーになっちゃって、うん、あの、そうそう椎間板持ちでさで、昨日その新しいベッドフレームを買って、はい、それを組み立ててたのね、はい、そしたら「メッってなって「あれだでねねねねね」のねそれだで 多分今の生まれた人はさっぱりわからない。今っていうか2000年の人とかは私はギリわかるよ。だよ。ギリ言ってるぐらうん。<laughs> うん。真っ黒だよあれ。何が？あの顔塗ったんだよ。誰誰の話っっ<笑><笑>歌ってる人たち。あそうなの？そう。ちょっとダメだよあ,あれじゃあ黒今のうちだわ。死のあ松崎しげるでしょ？あ違う？ とかなんかあそこなんかね何人かいた気がするよ。うん。うん。歌ってる人たちがさ。めえでしょ。ごめんね。お願ずれちゃったね。そうそう。そうそれでやっちまって。はい。あっとそうもうね座りも立ちもでげもなんか遠くを見ながらそれこそもうゾーンアウト遠くを見ながらもうなんか硬いよくわかんないアークはだん。え何ずっとこう何同じ体勢してると楽なの。 でちょっととずれる痛い痛いっていうか神経にタッチしてるから力が入らない感じちょっとマジでみたいなそう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 つい的要はこの骨は背中の骨と骨の間のクッションみたいなやつがあってそれが神経にタッチしてすり減ってるからってことすり減ってなのかこうんていうんだろうはみ出てなのか分かんないんだけどんか言うよなでもなんかクッてこうなんていうんだろう 感覚がこう抜ける感じみたいな。それなんか全身痛くなるやつじゃん。そうなの。部分だけじゃないじゃん。その神経がこうくってこう痛くなるから、体が多分反応して、その周りの筋肉がこう守りに入る。それがもうなんか逆にまたそれもなんか辛いみたいなところにい感じ。そうそうそう。で、そうなのよ。やってと思ってもずっとしばらくこうなんか。 変な,変,な変な、それいつだっけ、それ土曜だったっけ。それ土曜。それき、あ土曜だ。それ土曜。土曜。土曜であって。の違い。金,最<近>金曜日、よ、金曜日にやったんだよ。違うちは土曜日だよ。あ土曜にやったんかよ。うん。おとといじゃんね。言ったらそうだね。で。ああ、そう、で最近ね、その見つけたのよ、その回復方法を。何、どうするの。あのね、そのフォームローラーっていうさ、あるじゃん。 ごつごつだから、ね、<え>ツも入ってるねそれうちにあるんで持ってこうかって言おうとしたんだけどもしかしてなあ,てないあ,あそうなんだでそれで、うん、そのねこの神経の周りの筋肉をグッてこう持ち上げるね、うんスッて、はあ、グイッて持ち上げるとなんかね多分ディスクがね元のポジションに戻るのか知らないんだけど割と回復するんだよねあ本当ちょっと聞いてる人で椎間板減るにあの人がいたら。 わかんない自己責任だけど <laughs> あそれかおちゃんが見出したの私が勝手にあのそうあの編みあんまり放置しとかないでもう「あいややっちまった」って思ったらもうすぐに、うん、フォームローラー持ってきてのその上でこのね筋肉というか体の,その肉というか筋肉を全部こう上にそのフォームローラーでグイッて持ち上げる感じうグー。 うな,るうなんか要はもう上でこうゴロゴロゴロって寝、ねねね、転ぶ感じでもう体の力も全身抜く痛いから守りに入るのね力が入ってるからそれをもうふっていってもう抜いて完全にここにもうそのフォームローラーの全身全身がフォームローラーに乗る感じこわーそれにするとこうねグッって入ってね。 回復しましまたねえごめん私さ笑ってたけどさ <laughs> 結構シリアスなんだね先生それで一回歩けなくなってあの車椅子になったことあるよ、えー、マジかうんえそれ何歳の時あれね24 23とか4とかっていうかたまたま日本に帰,日本に帰る前に、はあ、家を掃除しようと思って、うん、掃除してた時にはちょっともう調子が悪かったのかしらやばいなと思ってて。はあ でそれで飛行機乗ったらまあ8時間とかじゃん完全<う>にやられて降りる時にはもうああやばいやつだと思ってでもほらスーツケースとかも,もう誰も日本って助けてくれないじゃい、うんアメリカ人みたいにね、うんうん、もう痛いけどさ全部自分でやってで家着いて安心した時にはもうああもうダメです,すいませんみたいな。 で、病院行って全部そう見てもらったけどでもできることってないんだよね椎間板ヘルニアねははは手術できるんだけどなんかこうよっぽどこの足の感覚がもうなくってとかえそんなことどこまでなるのうん足の裏のねこの太ももの裏あたりにこう、しびれが出ちゃったりとかまあなんかそういう感じなんかひどくなったらまあ手術してもいいけどみたいなでも手術してもまあ結局同じことになっちゃったりとかする人がいるって言って、えー そうなんかね、要はもうその体が適応するのを待つしかないみたいな痛みをもう受け入れる <laughs> はあそうだからあの時は2週間ぐらい歩けなかったねえそうもうバーンってやったらちょっと気をつけて気をつけて生活して元に戻ってでまたなんかあれがフィとした時にこうまたバーンってなったらまた気をつけて気をつけてみたいな感じなんでずっと多分そんな感じ 多分ね私の体の使い方の問題もあると思うんだよね腹筋の力の練り方とかコアの使い方とかが多分うまくいってないと物を持ち上げる時とかに多分背中に頼ったりすると来ちゃうんですよね。そっかということで厄介だったね本日のトピック体の不調体の不調についていろいろ話していこうじゃないですか。不調しかないわ でもさ、あれじゃない？タバコ吸わないじゃん。ああ、まちがうね。まあ私はお酒は飲むけど、カオちゃんお酒飲む？私は本当に友達に家に行った時ぐらいだね。あ本当に？基本的には家ではなんもない時は飲まない。あ,、まあ、いあ本当。うん、私家でのチラホラ飲んだりするんだけどさ、うん、なんかそういった感じの悪いとこはないよね。うん。ね、あうちら多分すごい食生活も結構気にはしてる方じゃんね。ああああああそうだね。 なん私多分不調って言ったらその自律神経系なのよ <noise> メンタルでストレスがかかったりすると結構すぐに体に出るあ本当。自律神経ブレブレ人間なんでんだそれ <laughs> 自律神経ブレブレあ<の>私あれよ、ね、あのなんかちょっとでも野菜を怠るとすぐ顔に出る顔に出るすぐ,すぐニキビとかできるなんか 野菜でこの年齢なのにみたいなそう、えー、あちょっと揚げ物続,続いたなとかさ<ー>なんかわかるクッキングされあちょっとこう煮物系野菜とかでも食べてるのにこうほらわかるフライこうテソテーとかさ、うん、あ,あとはその、ね、煮込まれてたりとかそういう感じだとあんまり私のお肌には効かないわけよ。生野菜の方 そうとかそういうほらスムーズィーとかさそういった感じで摂取しないと肌すぐすぐ荒れる面白いねやだよでもさ本当にさほら人,人によって全然反応の出方が違うじゃないそうだねそうだね<ー>でも私なんかさ恥ずかしながらこの年齢になってなんかそれに気づいてなんかニキビできやすいなとか思ってたけどあ食べ物 <laughs> やっとパターンが見えてくるよねそう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 でもほらまたそれもさ私今30代のもう35だけど そんななな年齢にるるるるとまたほら体質変変変わる変わる変わじゃい子供んでからも変わるし20代入ってからも変わるしさ、うん、だから、まあ、今そのなのかなずっと昔からなのか分からんけどとりあえずニキビできやすいとか思うとへえ<ー><う>でもあんまりなんか体調悪そうにしてんの見たことないもんねあんまないやね、うん、割とねないかな私は結構もうすぐにダメになっちゃうから、ね、何そのさヘルニア以外のあなた何があんの あ変ずつあのね私<何>雨降る前になると、うん、めっちゃあくび出て眠くなるのあ<ー>なんかね変な眠気の出っいや、リンクしてるよねでもか必ずそうでも天気はリンクしてるよね人間の体とさ、うん、だからなんかすっごいあくび出てなんかちょっと気持ち悪くなってて、ね、気持ち悪くなってくるなーと思って「<え>ああ絶対これ雨降るよ今日」 言うと雨降る絶対。マジ？気圧で多分すっごい出るし、あ,<ー>あとでその自律神経とかもなんだろうちょっと何ストレスとかさ、うん、が続くとあの何なのうん？最近はねそんなんでもないんだけど、なんか耳に出やすいんだよね。え何耳に？あ耳がこう詰まった感じになる。 ああ中がは膨れてるような感じ中身そう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 まあ膨れてはないんだけど<ー>なんかこうかぶさった感じあのほら<ー>飛行機乗ってて耳抜きができない状態みたいなああいうのになってそうそうそうなんていうなか低音性、えー、低温性なんなん突発性低温難聴かなみたいなとかあ名前忘れちゃったそういうのそう私カワイ来てから割とそれなくなって かはい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 、はい、日本にいた時は多分ねその天気の関係も多分あったと思うし、うん、結構すぐ家で、ね、耳がパクパクするっつって耳鼻科行って薬もらったりとかずっとしてたねあ本当に、うん、へえ<ー>、ね、そうかそうかそうかそれもストレスからって分かってるんだ自分はまあ基本的にはなんかストレスからって言われるように疲れとかあそうなんだ、うん えー、ストレスってすごいいろんな意味で体にさめっ,出るよめっちゃ出るよねめっちゃ出るよねお腹が張ったりとかさああ最悪よねほうほうほうそれは何例えばおなら出てないとかうんち出てないとかではない、うんうんかただお腹が張ってなんか起きたくないみたいなとかえ、うん、それはどもうも何原因は何なのうんでもさほらあとホルモン関係とかもあるよね多分ね<ー>理由と生理前とかさ 生理前になると私多分当時、うん、昔最近じゃんその PMS とかさ名前がね<さ>出てきたよね、うん、私が中学とかの時なんてそんなん全然聞いたこともないし多分みんなまあ腹痛があってだ,だるいまま学校に来てるのが普通みたいな思ってたからそうだね、うん、私多分だからすごい知らなかったけど多分めちゃくちゃ重い方だったよ 1>, 1回だから私生理痛で入ったことあるもん あ、本当辛すぎてあ生理私もつ強い方どっちかっていうと薬飲まないためいやそうあ、ね、昔はすっごい痛くてそれこそ保健室行ったりとか早退するとかあったけどーあのー、なんだっけ薬さ昔から飲まないでいたのっていうのもうん、うん、元気な赤ちゃん産みたいとか言って中学生の時から言っててさ、うん、<laughs> <laughs> 薬あんま取らないようにしてたんだよねで,で、だからもう結構早退とかそういう感じが多かった。 けどほらなんかさ言わない生理痛って例えばナプキンから来てるとかさああ、まあね、言う人もいるじゃない？いろんな要因があるけどね。そう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 なんかそれを例えばあの月経カップに変わったらかね生理痛なくなりましたとかそのナプキンをオーガニックにしたら生理痛がなくまりましたとかいろんな人いるじゃん。ん私もいろいろ試したけど、うんまああるっちゃある。うん多分体質なんじゃないの？うんっていうのもあるよね。 いやね、だからまあいろ体調るよねなんかさあのー、何曇りとかになると偏頭痛起こるとか有効メそれも多分気圧なんだろうけどさ白愚とかね有効い,、ね、い,いたねなんか昔さ一人さすっげえ偏頭痛持ちの友達がいてさそれこそも何曇りになるともう本当にもうほんにおかしくなるぐらい頭痛くなって吐い<ー>ちゃうとか言ってた子がいたんだけど<ー>その子がなんか1個 あの聞くのが見つけられたのとかつって言っててさそれがラベンダーオイルだったってへ<ー>なんかそれを嗅ぐとなくな,な,くなるんだよとか言ってこのすごいヘビーなあれがなくなったとか言って<当>そう別にそれを売りつけてくるわけというかでもないんだよ、うん、私は別に偏事持ってるわけじゃないからさ、うん、彼女の,その体験談みたいな話してた時に。 ラベンダーオイル効くとかあとなんかねマグネシウムの入ったロールオンみたいなやつ私1個買って、うん、なんかそれも変数に効くって、まあ、要はマグネシウムってそのマッスルに効くんだよね筋肉をちょっと緩めるみたいな、うんか、うんうん、こうグッってなってるものを多分マグネシウムで少し緩めてあげる,あ,くれるんだあ,あれもなかったほらちょっと数年前に流行ったやつさヘンプのオイルからできてる。 シービーいや CBD オイルもなんかさ<ー>そういうマッソとかをなか筋肉痛とかだとさ<ー>そこに塗るとはい、はい、そのマッスルが和らぐとかだしビリーオイル試したんだけどさ、まあ、昔ね、うん、あんま効かなかったんだよねあ本当まあでもほらもともとそんなさ薬強い薬なわけじゃないし多分含有量とかいろいろあるからそう,そうだねあんまり効かなかったんだよね一回試した時いやでもさどれもさ薬とかもさそれこそ何 例えば早動きしたら私はよくなりましたとか,なんかいろんな直し方があるじゃんかああでもさそれって結局さそのタイミングでその人の体とその使ったものがベストマッチだったからっていうシチュエーションだと思うわけうだ,、ね、だからああじゃあそうだって聞いたからやってみようって言ってやるじゃんで自分で聞かなかったってことって結構あるじゃんねあるあるあるねでもそれってやってみないと分かんないじゃんね分かんない、うん、からなんかそれはそれでお金無駄にするのもまあ自分自己責任だし責、うん、められないよね これは私の肌めちゃくちゃにしたんだけどい,、ね、いいって言ったじゃんとは言えないよなって私はいつも思う,う難しいマジで違うからね、うんうん、体はむじいよいやー体は難しい食べ物も大事だしねどう考えたって食べたものでできてるから、ね、我々の体と、ね、てはねそうなんですよね、うん、あなんかさ質問コーナーにさ来てましたよなんだっけな タンパク質気にしてますあったね動物性タンパク質気にしてるかとかねなんか書いてあったね、うん、私動物性タンパク質って何チキンとかってことえウェイタンパク質エッグとかってこと、うんまあ、エッグもそうだしチキンだか全ての肉肉じゃないが動物性タンパク質だよね植物性だとほらお豆とかさああ<ー>豆腐とかじゃん なるほどね。あそれを気にしてるかってこと、うん、ああそれか言うて書いてあったね、うん、いやうちはさ別にねなんかヴィガンでもないしお肉は全然食べる食べるよ食べるよ別にでもでもそれ以外のそのほらプロテインと呼ばれるものを摂取する日もあるし、うん、毎日肉食ってるわけじゃないとこれも昔から私言ってんだけどさなんかねっ 毎日毎日肉、まあ、くことってねえじゃん特に日本人だったら豆腐がさおっきいからさんみんな結構みんなお豆腐食べるでしょでもさ私さ昔昔はさ何だろう料理に肉が入ってないとちょっとでもね、まあ、豚肉だろうがチキンだろうが、うん、入ってないとこうなんか味に深みが出ないっていう概念みたいなのなかった、うんまあ、炒め物とかさ野菜炒めとか、まあ野菜だけじゃちょっとダメだからとりあえず肉入れるかみたいなところは,分は多分うそういうので。<laughs> 毎日何かしら肉は食べてたろうなって思うんだけど最近さ肉を食べる量が多分昔に比べたら完全に減ってるっていうのもまあ普通に多分体がさ基本的にやっぱ野菜中心の方がいいのもあるしうんってか魚美味くねっていうま、ね、いでも魚もだってほらオーバーフィッシングとか結構ね大変じゃんね ああまあ言うけど、まあ、でも日本人ってほらやっぱ魚いっぱい食うじゃんね,そうだね結局なんかその長生きしてると,のとこっていうのはやっぱそういうところから来てる気もするもんねうん。他のさ国と比べても違うところってさ、ね、魚おいしいもんね,ねあと豆腐豆腐もやっぱ大きいと思うよねあそうだから今日私さあれだよ夕飯さあのなんだっけ生春巻き作ったんだけどさはい なんかいいじゃないですかあれにしたよクリスピーな豆腐にしたプロテインああいいですね、うん、もうさあの生ハムラ丸巻きのさ丸巻きのさラッ,プラップのやつさあいつさ別にさ私エビが一番合うと思うの <laughs> あのピーナッツソースとあの生ハム丸巻きのごめんなさい皆さん言わせて <laughs> エビが絶対あれにはベストなんだと思うんだけどでも野菜だけでもうまいんだ,だよ あれさ、すっごいいいと思うよだって野菜めっちゃ食べれるもん YES! YES! でも豆腐でもうまいよねそうまあね軽いよね体が重くならないそうだね,ねそうだねそうだねそう,そう豆腐、まあ、でもエビ、エビがああったら一番おいしいですよ。エビがあの風味とめちゃくちゃ合ういやーうまいわはいひいう事必死には2人でさ食べ物に気持ちがかないように頑張ってるわけっつたらまたいろんなことをいこ開いちゃうからそう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  そそっち行かないれほんとそれなんです本当それそそうなんだよほんとさこの体系の話でさ、まあ、ちょっと話は飛ぶけどさあの昨日あこの間だよね春休み中に娘をデンテストに連れてったわけ、うん、あいつ虫歯あったから、うん、でちょっとそなんか抜け根歯があってさ抜きに行ったんだけどさ彼女やっぱりすごいやっぱり私の娘だけあって大人3人いてもねあのすごいですあのなんだっけ 抑えつけられなないそんな力があるのすごい力もう当に大人が気使ってこう押さえてる感じでもないのよわかる必死に捕まえようとするんだけどあの子やっぱりそれ見た時にあこの子自分守れると思ったわけ <laughs> でしまいにあれだでやあのブリトだでやあいつ何ブリトってあの巻かれたんだで <laughs> 高速なんかそういうさ歯医者さんにあるやつがあるわけ子供こういう暴れちゃうの危ないじゃん、うん、母のやってる時ずずずやってる間に、うん、わーって暴れたら危ないから、うん、そういうこうさ抑えるなんかラップみたいなやつがあるわけよ<ー>しっかりむすあのフローレンスさん結ば,むむ結ばれた、うん、結ばれてラッピングされてでやりましたよそんな暴れんか、うん、ブリトーだって まあ、ね、歯医者怖いもんねんこっちの歯医者の人ってさなんかやっぱり最終的にあれが出るんだよねなんかこう優しさがあんまり出ないというか,なんかう結局やっぱ子供ってだし時間もあるしスケジュールもあるしやっぱ子供ってさ歯医者嫌な子は嫌なわけ、ね、大暴れするしやりたくないっていうの、うん、でもさそ,その治療しに行ってるわけだからそれこそ「get things done」って感じじゃん。うん だけどもう、抵抗することはするからね。<ご>ってなるとそれを頑張ってでも「<laughs> レ,ッレッツイッ・デ it! っていう先生と目をこうあーってやっちゃう先生っているのであーそうだよね。そう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 。だからね結構先生選び無事でも先生も先生で嫌だと思うんだよそういう子供やが来ると<ー>でもまあ、ね、子供の歯医者さんって歌ってるところはなんかも、もうちょっともうちょっとうちの娘が悪いですよそりゃ。<ー> <laughs> もうちょっとこうなんかこう子供子供相手にこうさビ,ジビジネスしてると、ね、もうちょっとこのさ架空な技みたいなのが出てくるのかなと思うんだけど<ー>割とない。 割となんそうだよねなんかさ子供歯医者みたいなの結構見るよねこっちだそうだよでも割とないただ結構優しい先生はちらほらいるんだけどなんか前のお願いしてた男の人はちょっとね子供のそういう嫌ヤっていうのが始まるとなんかすごくなんかテンスになってる感じが私も感じるの<ー>だからうわこの雰囲気すっげえ嫌だと思って変えたよね、うん、その人はねそうなんだそう なんかねニュージャージーにいた時に子供たちが行ってた子供の歯医者さんはさなんかさすごかった,人たち一1回も連れてってない旦那が連れてったんだけどその時は、うん、だけどなんかすごくなんか雰囲気作りがまずよくって一番最後にさコインくれるんだってほうほうでそのクインで日本のガチャみたいのがあるらしいんだけど、うん、それでガチャやらせてくれるらしい、うん、あご褒美でねそうそうそうそれをやりたいがために子供は結構まあ言うこと聞くし先生たちもさそういう感じじゃないなんか私が今喋ったような感じじゃなくって。 エンカんか場所も綺麗でないでそういうその治療してる間に見るものが揃ってる iPad だかなんかあるんじゃないのあ<ー>テレビだかはいはいはいでなんか自分が見たいもの見れてみたいなさ気づいたら終わってたみたいなパターンじゃないへえ<ー>だからねちょっと歯医者さんね嫌だったね、まあ、うちの娘が悪いんだけどさ歯虫歯あばったのが悪いんだけど <laughs> でも寝落ちとかするやん子供って。 ああ <noise>、私もよくしてたよ、歯医者で。寝落ちするでしょうん。戦った。歯医者さん。で小さい時。い起きてねーって言われた。なんで起きてねって言われるの。え寝たから。歯医者で。うん、治療中に。うん、それなんて、めっちゃやりやすいよ。私、あの、うちの母ちゃん言ってたでよ。フローレンスと、同じ年ぐらいの時に私、私歯医者行って。同じ、五人ぐらいに、捕まれてたって。対抗して。 やばだから自分は自分の身で守るっていうのはちゃんとできてる子ですからあまあそうだねいざとなった時にね <laughs> そうそうなと思ったけど、うん動けるそれが一番大事ポジティブにとんのかこれと思ったけどさ <laughs> いや,ー <laughs> いやーめ面倒くせえわ歯医者歯医者はもう子供系のそういうのね歯医者ねそう肩ポンポンいく前にもう一個喋ってもいい,い,いよでそのさフローレンスのさ歯医者のつながりでさ このここの間エディソンが何やったかを喋ろうぜ。何。エディソン何やったかわかる。しょあのエマージェンシーに連れてったんですよ。あ、それじゃあ。春休み中だっと聞かせてくれよ。もう春休みで散々私目を巻いて、ああってなってたのにさ。夜ですよ。九 <laughs> 時ぐらいにさ。私旦那とさ、喋っててさ。あのへ、違う部屋にいたんだけど、エリアエディソンの自分の部屋にいたの。九、うん、時ぐらいに夜。したらさ。旦那と喋ってたからさ。なんかふ,ふんわりと奥の方から。 うえー、ええー、みたいな感じで聞こえてきたわけははでお母さんってすごい何でも聞こえるわけよちょっと待ってちょっと待ってなんか聞こえるあ誰か泣いてるみたいな、うん、エリーだってなって見に行ったらさギャーっていう泣き方じゃないんだけど不安な感じでーえ,えーええみたいな感じだわけでどうしたって言ったら耳にビーズ入れたってわけよ <laughs> おめえ寝ろやって話じゃんねえ寝ろ 穴穴といううに物を入れたくななっちゃう年齢なんですか、ね、<laughs> ビ,ービーズオッケーどれ入れたのとか言って言ったらさ指差したのがさもうさ私たちが小さい時からあるようなさ分かる手芸で使うようなちょっと大きめのさはい、はい、ビーズなんですわはい入ん、はい、のそれを耳に入れたっていうの、うん、でもすごい不安で泣いてるわけよ、うん、でさもう「バカチーン!」とか言ってさ私さ <laughs> 耳の中でもちろん携帯のあのライトつけてさ見るんだけどさ何も見えないのね、うん もう、私これは脳みそまでいってると思って、見えないって言葉みたいな。<laughs> どう,いう作ないよ。でしょうね。まず私何持ってきたかって、もうちろん旦那パニックよ。そういう時もう全然手にあれならないから。Oh my god, oh my god, って言っそう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 ってなるじゃんなんから私何したかっていうとさ、掃除機持ってきてさ、掃除機のさ、一番短いさ、サイズのやつパッて抜いてさ、耳にさ、パッてつけてさ、ほーってやるんだけど、<laughs> もうさ、<laughs> 違うもんが吸い付きでてそう <laughs> 全然何も取れないの、うん、でなんか耳を変な吸い付き方するしで,あもうでもそれでた本人はさまだ入ってる奥にあるって言うし痛いのかも分かんないでも不安で泣いてるわけギャ痛いって感じじゃないわね、うん、だからあもうこれいエマージャンシーだと ER いかんきゃだってなってで、夜9時じゃんで、まあ、翌日も春休みだったかお休みだったっけ だから近所のさ旦那の友達に連絡してさ、したらすぐ来てくれてさ、うん、俺がそのフローレンスとキャメロン見てるから、うん、行ってこいって言ってくれて、うん、もうそこからすぐ車を運転してって、まあ、電話もしてさ、うん、で、どうしたらいいですかってエマージャンス行ってくださいって言われたから行ってさそれでさお医者さんにまず一番初めに言われたのが今日で3人目 <laughs> 本当に耳にビーズ入れたの君耳で3人目一人は君以外に一人は耳もう一人は鼻 <laughs> 春休みだからももうう仕方ないみんないん手が余っっちゃってそ,<う> <laughs> それだそれでさ耳見たんよ医者が、うん、なんかほらなんか突っ込んで見るじゃんそ、うん、したら初めね一回見た時に何も入ってねえぞっていうわけ、うん、で何も入ってないみたいなさもうそれでエディソンにさ「うん、あんた本当に入れたのどこに入れたの?」って言ったらこの,そっちの指をあ左の耳を指して。 ここにビーズ入れたっていうわけ覚えてんのもうい入れてんねん、うん、自分で入れたって言ってんの。で入れたって言ってるから、まあ、間違いはないじゃん。うん、ででも見てもねえぜっていうからもう一回見たいよ医者がね、うん、よーく見たいのもうそれもさ耳にさものを入れてこうほらなんか。 なんていうのメガネみたいので見るから、うん、見られてる方も気持ち悪いんだよ、多分、エリソンが、はい、突っ込まれてるから嫌でさ、うん、動くんよ。<ー>抵抗しようとするのねはい、はいで。それもさ、大人で押さえつけてさ、見なきゃいけないから、うん、もっと奥入るぞとか言っ,ってで。それで、また2回目よーく見たら、あーとか言って、なんかすっげー小さい、ちょっとグリッターかかったようなのが入ってるというわけ。で、でも、めっちゃくちゃ小さいから、あの、 なんだっけ耳赤うん、うん、イヤーワックスと一緒に勝手に出てくるから、うん、俺はそんなに心配してないっていうわけ、うん、ほじくる必要もないよみたいな、うん、で私がさ「えもしかしてあのもっと奥にあるんじゃないですか?」みたいな感じ言ったわけ「うん、もっと奥なんじゃないの?」ったら「うんう」んとか言って「この今見えれるやつはこのドラムあるじゃないドラムってわかるいや、うん、そこまで見えるものだからもしその奥は入っていけないから、うん、もうそこちゃんもう見えちゃってるから全部俺は見えてる」 っていうわけよ、うん、だからあじゃあちっちゃいやつだったんだかってなって <laughs> でそしたらさなんか本人も落ち着いてきててもうその時には、うん、もう耳に入って「ああ」じゃないんだよねなんか違和感もないみたいな感じになったんだよねなんかそう <laughs> <laughs> みたいな感じでて。もしか明らかに頭にくるなんでさ寝てるような時間帯にお前耳にいちいち物を入れてんねんってあるじゃん。<laughs> ままたまただでや,やっでだってあいつは一回花に入れてんもん同じビーズよそれ自分で取ったのあれはお母さんの魔法の手で取った <laughs> いやーさすがやなすごない子供の時ってやるのよでもさ高かったよー医者リストそれにそい10分ぐらい見てもらってさ、あのー、いくらだったあのちゃんとインシュレンス通った後で決算が100ドルでした わーおそんなグリッターでー10分のあれでいろんな友達のね友達に巻き込んでもう一つそのちっちゃいカメラ持っとけばいいだからうちのだてが帰り道ずっとそれ言ってた買うしかねえなとか言って<ー>でも買ったからといってねなんか素人がなんか変なことするのも怖いじゃない入ってたらほらもう一緒に行くけども入ってるか入ってないかのまずチェック <laughs> ま,あまず物入れんなって話なんだけど、ね、物入れんなだ,だろ <laughs>、うん、しかも耳 ほらあの子3歳だよすんごい小さいよ、うん、私もマジであのでっけえビー玉ビー玉みんなお水入ってったと思ったもんね入ってマジで <laughs> やべえもう痛いや入らんやろもう私パニックだからさ私旦那がパニックだったとか言って私が自分でも一番パニックだよ多分ね <laughs> あんた耳切ることになるよとかつって言ってさ <laughs> <る>もス下もエリスの超怖いよ <laughs> い<ー>超怖くなってんだよそれで私のせいだね <laughs> <ら> <laughs> 強迫したんそれ <laughs> でも私もさ,もさ、怒りと怖さといろんなのでも、もさ、ね。<う>びっくりするよね。泣いてるしね。とそうだでやでも子供とかそういうことやなかったしてない。本当にまあ、鼻にピザ入れました。はい。<laughs> 私はしましたけど。でも、そんぐらいだでや。そんぐらい。あと髪の毛自分で切ったぐらいよ。あ、ほんと可愛い,いぐらいじゃないまあね。 私はほら指の皮を切ったりとかいろいろやってるからあとコンセントに物突っ込んだりとかいろいろしてるから <laughs> はいはいはいそこのコンセントにエリさんが入れ,るあそれけてる小さいレゴあレゴが入ってますあ本当めっちゃ小さいレゴが入ってる私はもっとそこにあの焦げが出るぐらいやったから <laughs> 焦げ出るぐらいのハサミ、うん、ハサミ突っ込んだだけヘアピンかな怖い一回多分電流通ってるから私体 <laughs> <laughs> おかげさまで遠いうの いや,ーいやーそんな春休みでしたわいやー早く終わってほしいな春休みねもうほんと子供は散々ですねえさっき気づいたからね明日もあるってあそうそうあしねハワイ,イのね祝日だったんだよね<う>月曜日でねはい今日ちなみに日曜なんだけどだってさっきどうか明日はほら学校だよとか言ってるから そう、私がずっと、ね。いや、違うやろうと思ってさ。いや、私もさ、噂で聞いてたんよ。明日ハワイの祝日だって聞いてたけど、いや、うちの子供たちが行ってる学校は多分あんなとかどっから根拠なのかわかんない <laughs> 信じたい気持ちもあった。<laughs> そうです、ね、そう,そう,そう,そう信じたい気持ち、ね、祝日じゃないよ。うちの子供の学校はあるよ。つって言って聞い切ってきたけど、うん、夜9時ぐらいにでスケジュール見たら、しっかり休んだったね、明日もね。はい。ということで、子供たちのあの緊張感が一気にパーンと。 きれますよいしょあしたもお休みだー <laughs> いやーもうどんだけ春休みやんねんっていうね頑張ってくださいああ<ー>もねそうなんで,うでそうだよ肩ポンポンだでかおちゃん、はい、肩ポンポンそれはもうのぞみさんに肩ポンポンという話でした<笑><笑>でお母さん私こんなもんでしょうあのお子さん小さいお子さんに言ってもい、まあ、大変ですよね<ー>ドラマがねそうだよ 自分の子は手がかかってーって思うじゃん。でも、保管値も手かかってんやね。自分たち、自分家だけじゃないんだよね。自分家すごいんだって、って言うと保管値もすごかったですんだよね。<laughs> マジで。そういうもんじゃん。<laughs> そういうもんなんですよ。うん、ということで。はい。読んでいいですか、じゃあ私の、私。お願いします。今日の肩ポンポンです。はい。ああ、いきます。はい。こんばんは。 んん忙しいスケジュールの中配信ありがとうございますいつも楽しみにしています,といます豚汁には長芋のスライスを入れて食べています美味しそうじゃない長芋って書いてあったよねそれはちょっと私やったことないわちょっと丸かいって長芋買ってきた方がいいよ絶対やまいよやまいよやまいよがやまいなるよねこういう入れ替わりいい加減にしろあとえっと,、えー、っと仮目大分県出身キキと申しますキキさん、はい、私30代後半の 婚者でで子供人人の4人家族です、はい、私はと旦那はお互い4人兄弟の末っ子同士の夫婦ですお互いしっかりしているつもりでも抜けていることが多く私よりも旦那は特にのほほんとしております、うん、私の周りからの旦那の印象は優しそうは起こらないんじゃないと言われますうんが優しいのですが結婚してから言葉が少なく不器用な人になり伝わりにくいのですうん。私自身は気持ちをストレートに表現するタイプなので 旦那の白黒とわからない発言が痒くて痒くてかむずむずしています。付き合って遠距離の時もあった時はラインメールのやり取りでした。 はい、その時は「別人ですか?」ってくらい愛情表現もあり安心してこの人だなと思い私と結婚しないで「誰とするの?」と半ば勢いで結婚もしました<ー>が釣った魚には魚をあ餌をやらないタイプに表現 <laughs> これが本質かこの野郎って思ってるところに子供が来てくれて一人目が男の子二人目は女の子です。うん、ここからが本題ですはい、はい、7歳上の年 7歳の上の子が旦那の表現力がなさすぎて僕は可愛くないのかなと二人目が生まれた後に私に話してきました幼児期に戻りやすいきっかけでもあるんでしょうが表現力のなさがとうとう子供にもこんな思いをさせ言葉を寄せるのかと驚かずやはりと納得しました<ー>旦那は表現力は分かりにくいのですが行動を見れば大事にされている愛,愛されているとは大人には分かるんです。なるほど 子供はなかなか気づきにくいことばかりなんで大人になれば大事にされていることが分かるよって伝えているのですがかばうのもバカバカしくなるぐらい旦那が2人目のの赤ちゃんに夢中なのです幸い1人目の息子は2人目を旦那と一緒にか可愛がってくれているので安心しているのですが旦那は息子が学校に行ってる間に根元と思春期。 うん、入るまでに思春期入るまでは同じくらいの熱量で話してあげてねと伝えると戦時下みたいに黙秘権を発症するのですまあ私も1人目の経験のおかげで2人目の赤ちゃんに余裕を持って対応できているので出来合い倍増なのですが家族4人でいる時はなるべく息子を優先しているのですが旦那はあからさまに2人目は優先という結末温度差を感じ指摘。 温度差を感じ指摘する目飛のループの中にいます<ー>もう旦那にはお手上げ状態なのですが上の子の精神年齢も上がってきているおかげで旦那が幼稚に見えてくる場面もあったりして日々過ごしています私も大人げない時もあるので開き開き直りながら助けられていますが 子供との時間はあったり言うまでこんな日が懐かしいなと思う日が来るのを期て頑張っています私にも幼少期思春期の時大人親からこんなことしてもらったなあんなこと叱られたなと思い出してなんと生意気の子供だったんだろうと思い遺伝子的に我が子がいで生意気になるのは間違いなと焦っています、うん、ということでございますよ <laughs> あなんかさ昭和みたいな旦那さんじゃないねえ昭和会だねね昭和のお父さんじゃんじゃあなんか そういうい時代にあったアニメのさ、お父さんたちみんなそのよういう感じじゃんあぐらかいてさあぐらかいてさ <laughs> 手組んでさ「星は知らん!」みたいな感じで何も言わないあるよね。ね、みたいな感じの人はね、うん、巨人の星のお父ちゃんじゃんねそう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 、うん、じゃんでもさあれをねなんかそれよくないね本当にこのさ子供に分かるあからさまにうん かり女の新しい女の子かわいいよ赤ちゃん私に、ねうん、っていうのはあるだろうけどあからさまに温度差があるとなるとやっぱり子供はクエスチョンするようなうね<ー>そうだよねいくら年が若くても分かるもん分かるよね分かるし私さ子供さんにいてさ全員ね平等に接してるつもりだけど、うん、でも例えばだよエリソンが言ってることを私がこうやって聞いてると フローネス焼きもつやくもくんねあ<ー>それはまあ多分普通に平等にみんなで接してって頑張って接してても旦那もそうだしねだけどやっぱり子供同士はやっぱりお互いにあるんさ焼、うんね、きもち焼き合うことがお母さんの時間取られてんなみたいな、ね、いやいやいや,いやそういうのもあると思う、うん、お父さんにさお父さんそうやってさなんか自分のね論をうんうん言う前にさもうあれじゃない 無理やりこのさお父さんとお兄ちゃんの時間作ればいいよねああそうだね二人だけで週末出かけるとかさそれで3時間ぐらいこうちょっと外出てさちょっと納得するよねそういう時間があるとねそう3時間ぐらいアイスクリーム一緒食べるとかだけでいいんだよそれだけで一緒に入れててでもその時にまた対応が同じだったらそうなんだけどよくないんだけどそのちょっと外に出て2人だけの間に ちょっと最近どうとかさ何々ちゃんと最近遊んでんのとかさ分かるなんかキャッチアップしてもらってね。そう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 アイスクリーム一緒に,一緒に行こうとかそういう俺はここに君のためにいるよっていうのさえをこうねあのー、コミュニケーションでちゃんとできたら、うん、多分その子はフィールドされる部分よねその欠けたところとかがさ。うん それもうちもでも3人子供いたといてさなんかあ忙しいなってなった時に一番上のお兄ちゃんやっぱり10歳でで真ん中が、まあ、5歳とか6歳でさ、まあ、結構年が離れてるのね、うん、だからどうしてもさ下の子たちにやることは合わせる家族で、うん、分かる下の子たちができることとか、ね、行けるところとかさビーチとかさ、うん、ってなってお兄ちゃんのやりたいことがどうしても尊重されないことが結構あるのね家族でみんなで動くってなると。うん、旅行に行にった時もそう、うん、だけど ちゃんとそこはさもう私はもうみんなでキャメロンのやることをやるってよりか私があんたのやりたいとこ連れてってあげるよみたいな感じでちょっと引っこ抜いてね、うん、その子だけ。うん、で連れてってとかやってたっていうふうにやらんと<ー>今度キャミーが今度さ「俺はどうなの?」ってなるじゃん、ね、そうだね確かにねうんだから週末にキャミーだけ映画連れてったりとか,なんかそういう感じでバランス取ってるね。うんいいね その時間はねおお母さんお父さんんん父占領できるもん、ねうん、そう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 なのうん、うん、それさえできたらねでちゃんとそのさねあの私ここにいるお母さんも聞いてるよっていうのを出せば満足するはず、ね、そうそして家帰ってきた後にもちょっとあまあさっき3時間お母さんもらったしなそう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 たお父さんもらったしな <laughs> そうなの結構割とフィオされるこのね埋められて、うん で私もそれは実感するからそういうやり方でもいいんじゃないのかなって思うけどね確かにそうだねうんコンテンツされた時間があるといいかもしれないなそう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 ,そうどうしてもやっぱりね娘ちゃんに目がいっちゃうんだろうねちっちゃいしん初めて女の子ってっお父さん可愛いと思うよああそうだね、うん、しかも女の子ってさ全体的にだけどさお父さんに顔似るパターン多いわけよあそうかも、ね、で男の子がお母さんに顔が似るってパターン結構あるのね、えー だからそういういのもしそういうパターンだったりとかするとさまたもっとかわいかったりするじゃない、うん、赤ちゃんだしそう,、ね、そうだからね、まあ、そこはお父さんもねちょっと大人になってねやんなきゃだよね、うん、まあでもほら多分ちょっと不器用な感じなんじゃない不器っちょなんんでしょうん ブキッチョだけど主張強いっていうパターンじゃんか <laughs> <laughs> それも厄介だよねだからあれなんでしょうすごい手焼いてるんじゃない言うとうんってなっちゃう,、ね、イイゃうそうキッキーさんは <laughs> そうでそうそうそう。俺は間違ってないみたいなさそういうパターンのお父っちゃんはめんどくさいですね <laughs> でもさ<ー>もう言い続けるしか多分うんってやってるけどその場では、うん、お風呂入ってる時とか多分すごい考えてると思うよ多分私もそれはもうお父さんお父さんもまたあとでちょっと時間かけて消化してたと思うよああいう人たち、ね、その場では多分、うん素直になれないね,そうねごめんね,ねみたいなできないねだよ 黙々でもなあみたいなねなんかいろいろあるんだろうねう自分の中ではねだ <laughs> でもさほんとそういう人ってコミュニケーションしないからさお前口に出さんかったら誰に分かってもらおうと思う多分ね<前>そこが分かってないんだよ口に出さないと分かんないよっていうところ分かってないの多分分かってないけどもさ家人家庭作ってるわけじゃんでお前が中心なんだから家族の、まあ、お父さんお母さん,ん誰もいいけど。 コミュニケーションしんきゃダメだねと思う,のででそうお父さんとお母さん違う家庭から来てますからね私たちって感じじゃないあ,<ー>あなたのこと分かりませんよ言わないと言ってくれないとってね、うん、そうだよねだって育ってきた環境もねえ私たちはほら言語も違うしさそうだね <laughs>、うん、分からないんでちょっと言ってくださいみたいな いや頑張りましょうお子さんいると結構ね <laughs> 大変だけどね一人の子がやっぱ「手かかって」とか思ってると今度ほかが「手かかってきてあれ?」みたいな「お前手かからねえと思ってけお前も手かかんのかよ」みたいなさ「<laughs> まだ行くんかい」ってねもうっていうと気づいたもん1年終わってたりすっけね <laughs> いや子供何人もいるとね、うん、私もほらお兄ちゃんいるからさ大変だったろうなと思うよねえ親はね どどうううやっっててたんんだろうなななな多分私が親いなないと分かんないとか思うけどそうまあそういうことそれはもうほらそれが人生だからねね時間かけて分かっていくわけじゃんいろんなことを本当にねアドバイスまあアドバイスと取っても取らなくてもいいしまあなんだろうまあ私もプロじゃないしさそうだ、ね、まあ一回試してみてもいいかもねって感じ、ね、もしかしたら試してるかもしれないけどねやってみたこともあるかもしれないね そうだね,ねちょっとねお父さんとその子だけ放り投げてみるのもありだよね, 2>,、うん、ね2人でしか喋れない空気とか作ってさ、うん、お母さんがどうしても言ってちゃうんだと思うのそこにいつもああそういうのもあるかもね言っ、うん、てちゃうんだと思うんだけど、うん、それもありかもしれんでもそんな別にそこの2人のギクシャクしてるわけじゃないんです多分関係がねギクシャクしててるっていうよりも、うん、まあ なんか子供の方がこうなんか気づき始めちゃったあ、殺さまじゃね父ちゃん分かり始めちゃったねいや分かるけどさベイビーだしねあっちはみたいな感じ多分。俺も可愛いと思うよみたいな可愛いの分かっけさちょっと冷たくね多分そうなんだと思うよねそういうのって大人の世界でもあるしねあれあるあるあるバイトとかでもねあの人めっちゃあなたのこと可愛がってますね同じ時期に入ってますけどそうですか 私は大体外れてる方だからね私もだから全然そうあるある俺まああっちの方が細いしかわいいけどね可愛いがられない全然可愛がられないほんにほっといてもいいって思われてるんだと思うよ多分可愛い可愛い可愛いくないってよりもしっかりしすぎてそうそうあいつやっといて大丈夫だからできるできるたいなそれもあるんだよね多分ね子供は子供だよやっぱりね埋めてあげないとねはい そんな感じでございます。キキさん、頑張ろうって。頑張ってね。頑張ろうね。たポンポンです。はい、はい。ということで。そうですね。日今日、今回十三回目。はい。お疲れ様でございます。お疲れ様でした。ということで。はい。私たちは。行くぜ。<laughs> yes。アップポッドキャスト。アンカースポーリーファイ。アマゾン。そして。グーグル。 いやー来た来た来たもう来たんじゃない？そうなんじゃないの？いや時代来たんじゃない？来たんじゃないの？いいんじゃないの？ということで、はいそのその5プラットフォームでポッドキャストとあと YouTube ですね。あそうだねそうだね毎回言うの忘れてます。そうねぜひコメントといいねと高評価とそうですね何でもポジティブなエネルギーを送ってください。片ポンポンのコーナーでは。 G メールで受け付けておりますね。G メール、あ、G メール全然最近日本じゃないじゃん。大丈夫。あのね、ビデオの方では最後に載せてんね。あ、本当。よなよなネイバーズクラブ @G メール .com。はい。おお、すごい。あれじゃない。それだけです。それだけですよ。本物のラジオ番組みたいな。本当？うん。あ、.com とか言って。そうそうそう。そうそう。どっちにでもぜひね。何でもいいよね。片っぽンぽんじゃなくてもいいよね。何でもいいですよ。ちょっとちょっと話そうよ。何語についてどう思います？ 三色団子とかどう思いますか？三章のことどう考えてます？<laughs> <laughs> <laughs> ね,ねそんな幅広くねって、ね、私のあれは嘘だろ幅広いやろ？三章をなんてあなた私三色団子って言ったんだち違う私は三章をって言って三章っつったね三章をだろわかるって三章をじゃないよ何三章 それって知らんの魚こと違うよおいほらもうここであってないじゃんもうそういうレベルなんだよもうということでこんな感じの前からまとめだいてますそうですねはいでは締めましょうはいえっと本日も聞いていただいたありがとうございましたそれではせーのおやすみなさい